ツイート見ましたよ。髪の毛巻いてるのかな、ですね、そんな感じ。なこさんありがとうございます。富澤様ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。あふふ、嬉しい、ありがとうございます。にゃんさん、ひろたかさん、ありがとうございます。たくさんサンリオキャラがいっぱい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。大人ゆうか、めったにないですよ。私普段髪巻かないので普段髪巻かないからね。浜地さん、ひなたさん、ひなたちゃん、パパさん、ありがとうございます。ね、大人っぽくなれてますか。えぐみんさん、ありがとうございます。前のファンの方だ、ありがとうございます。イヤリング、そう、イヤリングはね、お話し会の時からね、これつけてました。そう、好きなおかタイプ、やった、ありがとうございます。富澤さん、はくちゃんさん、ありがとうございます。さっちゃん、ありがとうございます。こわさん、あら、こわさん、昨日ぶり、昨日からありがとうございます。リップの色はいつもと一緒ではあるんだけど、多分下にのついてるやつが違うかったから暗く見えますよね。いつもと一緒です。ありがとうございます。しげてさん、ありがとうございます。おすって、おす明日話し会ね、ありがとうございます。楽しみですね。明日、今日明日でさ、いっぱいね、皆さんとお話できて嬉しいです。はくちゃんさん、くるぽんさん、ありがとうございます。おー、キャナラシティ久しぶりに聞いた、嬉しい、なんか地元の名前聞くの。あきみさん、ありがとうございます。ね、なんか暗めに見えますね、わかります、なんか暗いなと思いました。あら、ちきむじょうさん、ありがとうございます。私今日いきなりめっちゃ帰省じゃないけど、帰省みたいになっちゃってごめんなさい。もう、あの、点と点が結ぶあの、うん、つながって、すごい嬉しくなっちゃってテンション上がっちゃいました。源さん、ひろたかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。 CD 買って嬉しい。ジョコさん、ありがとうございます。ピチャコ、そう、ちょっとびっくりした、ちょっと嬉しくって、あーと思って。クミカさん、ありがとうございます。そう、帰省までは行ってないかもしれないけど、私もあんな声出るんだっていう、びっくりした声が出ちゃいました。ゆうださん、ありがとうございます。そう、おしゃれ、嬉しい。ゆうかちゃんの写真見せたら可愛い、嬉しい、友達も嬉しいし、明日福岡組さん、あ、そうなんですね、わあ、嬉しい、福岡組ですね。話しか、ありがとうございました。本当に皆さん、ありがとうございます。寺ひろきさん、ありがとうございます。サバカンさん、最近めっちゃ見ますよ、なんかめっちゃ見ます、めっちゃ出てくる、ありがとうございます。月のファンの方だけど嬉しい。スイカ割りさん、なみなりスイカ割りさん、ゼロひろきさん、ありがとうございます。そう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 、嬉しい。大人っぽくなれてますか。そう、仲良くしてくれてる人、ゆうかちゃんの名前に、やったね、ありがとうございます。ハーフツインやろうっていう話は、そう、あの、あ、ゆうみつき、ゆうみつきをね、ありがとうございますそうそう、ゆうかちゃんの話に旅行が来たくなって、え、嬉しい。ママにもね、ママさんにもよろしくお願いします。ななさん、ありがとうございます。そう、あの、ギランディさん、ありがとうございます。先週というか、前回のそのノイミーさんの方のお話し会の時に、このアリスが食べっ子動物の T シャツをお揃いにしてた時かそのもう一個後だったかぐらいの時期に、そのお話し会3人組、私たちの部の美月と葵とね、私と3人組で、なんかお揃いで何かしたいねみたいな、お揃いの髪型したいねってなって、そう、それで、あら、ランさん、たくさんありがとうございます。で、あ、そう、その日ね、レノンがハーフツインをしたって聞いた日なんですよ。
え、レノンがハーフツインしたのと思って、たらもう私も いっかと思って、次のお話し会で3人で揃えようってなってたんですけど、そうそうそう、けどね今日はね、葵がさあれだったから、また今度ね3人でハーフツインじゃないかもしれないけどね、お揃いのね何かをね3人でしたいなと思ってるので、またその時待っててくださいね。洋服似てたのはたまたまです、そう、偶然チェックのワンピースお揃いになってましたね。そうで、ハーフツインは初めはね私とね美月一人一人こうやって頑張ってねこうやってしてたんだけど、もう上手にできなくって、ちょうどお話し会終わりのアリスが来たから、アリスって言ってお願いって言って2人で頼んでアリスにしてもらいました。偶然なのすごいです、ね、似てましたよね。そうね、ありがとうございます、もう本当にアリスに大感謝ですね。そうそうそう、葵もね早くね3人でスリーショット撮るので待っててくださいね。さきちゃんありがとうございます。そう俺の嫁になってました、嬉しい、ありがとうございます。そうね、アリス上手でしたよ、もうめっちゃ褒めました、もう褒めたたえまくってましたよ、すごすぎて、すごい、めっちゃ上手。まずね髪の毛を取る場所が違いましたね、アリス大先生です、本当に。アミゲちゃん、アミゲちゃんありがとうございます。そうそうそう、で洋服はたまたま一緒でって感じでしたかね。あ、そうそうそう、でそのお話が終わった後にそのお部屋に戻るじゃないですか、でその次の部の猫たちがねもういたんだけど、リンカちゃんありがとうございます。そうそう、その子たちその子たちって言ったらあれだけど、コノアとかあゆみとかいたんだけどね、コアさん、キランディさんありがとうございます。そこで私が先に帰ったのよ、そう部屋について、先に部屋についてて、たら見つけかと思ったって言って、その後も本当にもう何分後か、もう数分後でもない、 1,2 分後に見つけが帰ってきてたんだけど、やっぱり似てるよってなんか言ってました、言ってくれましたね。そうマスクしてたからかな、余計に逆光だったって言ってたし、そうびっくりしました。けどなんかね私はね似てるって思わないくなってきた系統は、顔の系統は同じそっち系なのかもしれないけど、自撮りとかね撮ってても、え似てないよねみたいな感じってなりましたよ。似てます、似てないと思う。文章じゃないかちゃんはいなかったけど、白いゲーム、あそうまだ見れてないんですよ、そうサムネだけ見て後で見たいと思います。浜地さんありがとうございます。そうなんですね、びっくりですよね。早く見た方がいい、見ますぽちゃっこが好きです、可愛いですね。今日ね本当にありがとうございました。ちょっとね電波悪かったりしてあれだったと思うけど、それでも嬉しかったです。明日はね電波いいこと願ってます。けど本当に今日もすごく楽しかったです、ありがとうございました。前髪嬉しい、つるひらきさんありがとうございます、みちおさんもありがとうございます。私人狼弱いと思いますよ、嘘つけないもん、つけても顔に出ちゃってるから。あやかちゃんありがとうございます、しどさんもありがとうございます。今日は11時まで1時間だけかなしようと思います。明日もあるからね。ラテフラジール500、嬉しい、ありがとうございます、嬉しすぎる。ユリコールジョイって名前ありがとうございます、いっぱい広めてくださって嬉しいです。ゲンさんありがとうございます、ゲンさんもすごい来てくださってありがとうございます。髪型嬉しいね、マスクつけてたら確かにいけるかな。小林の小林さんありがとうございます、
私ね、嘘つけつけても顔に出ちゃうし、そうなんかねバレちゃう気がしてたまらない。始まったらテスト勉強は頑張ってください、応援しています。わあ、リッキーさんお久しぶり、すごいお久しぶりじゃないですか。うちさんありがとうございます、すごいお久しぶりですね。こう小雪さん、はじめまして。小雪さんよろしくお願いします。村山ゆかって言います。りのさんもありがとうございます。リッキーさんもありがとうございます。キダイラが確かに全部顔に出そう、本当にそうなの、いろいろな子が似合いじりますよね。明日ホックスするように願ってます。ホークスね優勝したら福岡の街も盛り上がりますからね。なこさん、リキさんありがとうございます。もう頑張れるって、もうめちゃめちゃ応援してますよ、応援してます。あ、そう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 、そう言えばそういえば皆さんにご報告があります。そういえばそういえば、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そう、色、私のねペンライトのねカラーが決まりました。そう、お話し会で今日からねそうそう言っていたので、知ってる方もいらっしゃると思うしっていうのがあるんだけど、そう、わー嬉しい、皆さんの反応ありがとうございます。そう、ついに決まりました。そうなんです、ジャカ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 ちぐ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 、アメタカ様ありがとうございます。そんなのあるんですか、知らなかった。ありがとうございます、ギフトも赤です。そう、赤なんですよ。浜地さん、カズさん、広坂さん、ありがとうございます。そんなの、そんなのがあるんですね。ギフトがあるんですね、ありがとうございます。すごい、ちょっとお名前がお呼びできないぐらい、ふとまるさん、しもみさん、ささらのさかなさん、ありがとうございます、ありがとうございます。しげちさん、ありがとうございます。他面も決まってますよ。他のメンバーも決まってて、多分他のメンバー、他のメンバーから多分言いたいと思うから、私は黙っておきますね。くみかんさん、ハロパラさん、ありがとうございます。フラワーさん、ありがとうございます。あみけちゃん、うちさん、まなみちゃんさん、ありがとうございます。はだるまも、ありがとうございます。ありがとうございます。なこさんもありがとうございます。いちかさん、ありがとうございます。ありがとうって、ありがとうございます。そんなギフトあるの私知らなかったです。すごい、めっちゃ綺麗でした、ありがとうございます。山さん、ありがとうございます。小三さんもありがとうございます。そう、赤です、赤です。が2本あるじゃないですか、2本というか、そう、私はそう、そのもう一個、もう一個の色、特にさ、なんだろう、そう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 、赤だけでもいいかなと思っています。うん、そう、ひとみさんも赤じゃないですか、なのでちょっとかぶってしまうというか、赤1本赤2本みたいな、なんかちょっとそういった形かな、どうなんだろう、そういった形、赤になりました。ありがとうございます、そのご報告でした。とめぞうさん、しほなちゃん、ありがとうございます。そう、1本でも2本でも3本でも4本でも5本でも、そう、そしてもね、そう、他のメンバーもね、いる、メンバーからありますので、ぜひね聞いてみてください。そう、なんかね、メンバーからすごいね、しっくりくるって言われました。嬉しい。あ、電池消費、あ、そんなのあるんですね。そっかそっかそっか。赤の女になりました。そう、赤って嬉しい、ありがとうございますね。ちょうどさ、その今ショールームのさ背景も赤だから、なんか赤だね。これから赤のイメージになってください。赤以外のイメージを持たれていた方は、まあ
イメージカラーなだけでね、別に何色でもね私っぽい色ってあるだけで嬉しいんですけどね。そうありがとうございます。めっちゃ赤だよ、赤の女。そうなんかね、そう発表さの時にさ、ハラパラさんありがとうございます、あの優香は赤ですって言われた時に、あぽいぽいぽいみたいな、みんなあーわかるとか、ね、そういう反応でした。結構ねいろんなメンバーでねいろんな反応があって面白かったですよ。ぽいぽいって、その後もなんかすごい優香赤っぽいってしっくりくるって言ってくれて嬉しいですね。そうそうですね、けど私的には結構メンバーのイメージ通りなイメージカラーだなーって思いますけどね。そうね、そうなんです、ありがとうございますね、赤もね好きになってくださいね、あっ回収フラグ立ててました。そういう意味ではなかったけどね。あら初見さん、また練習さんありがとうございます。初めましてにはリコールジョイの村山由佳です、よろしくお願いします。そう大人っぽい、ありがとうございます。今日なんか久しぶりにライトつけてみました。そうあらー、たつきちさんありがとうございます。たこちゃんありがとうございます。やはり悪くないなって、あら知ってくださったんですか私のことを。悪くないですか、よかった。それはちょっとね、よでもしみられなかったけどね、ゆかちゃん、嘘嬉しい、ゆうかしか勝たん、ありがとうございます。そりゃもう私も喜びますよ、キムチ鍋も伏せね、そうありがとうございます。そう赤嬉しいですね、赤好きで、もともとね赤好きだったので嬉しいですね。みかんさん、まいなめちゃんさんありがとうございます。ひろたかさんありがとうございます。確かにマットかも、ティントのリップ使ってるんだけどマットですね。 P さんありがとうございます。はい、さいちごたくさん食べようかな、いいですね。縁起物、辛ラーメンも確かに言われてみればたくさん、私赤っていうあれだね、男色のイメージ完璧すぎる。本当ですか、よかった。スケジさんもありがとうございます。翔吾さんありがとうございます。お席はおめでたいね、いやだいぶ好きかもしれん、イケボです、だいぶ好きかもしれん赤になりがち、あ本当ですか、他の推しの方もこんばんは、こんばんは、嬉しい、ありがとうございます。皆さんもだるまたくさんありがとうございます。いっぱいね、そんなに私フラグ立ててたのかってぐらいね、すごいびっくりですね、ありがとうございます、嬉しいですね記憶力はいいですか、時と場合によりますいい時もあれば悪い時もあると思います。そう、ひらたかさんもありがとうございます。たつきちさんありがとうございます。ニュアンスがあって、そうそう、あのなんかてっきり私も自分でさ、そのお話し会のね時に、あの何人かにはあのお伝えしてたので、なんかあの伝わってるものと思って、すごいあの赤のハートをがっつしつけちゃいましたがっつしつけてた私ね、あの絵文字のハートはね、ハートが三重線になってるような、あの薄ピンクのハートの絵文字が好きなんですけどね、普段赤のハート使わないけど、そうそう、ありがとうございます。そこにゆかちゃんが入っちゃいました、頑張って覚えてもらうわって、けどあの絵文字がさ後ろについてるから覚えやすいかもしれないです。また練習さん、練習するのすごい壁蹴っちゃった、蹴ってない殴っちゃった。いとちゃんありがとうございます。ハロパロさんありがとうございます。ハーモニクスさんありがとうございます。わーさんありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、ピンクのねこのハートの絵文字単品だとね、それが好きだけど赤は嬉しいですね、ありがとうございます。赤の服、赤の服ね、確かにそ
そう、赤の源さんありがとうございます。存在が半音、半音に癖ある、癖あります。ショートケーキみたいで可愛かった、ありがとうございます。ショートケーキね、ケーキ食べたい、うまいでしょ心臓のとね、そう、それに伴ってファンマークもなんかちょっと絞れそうになってきた。結婚してありがとうございます。今私が出しましたよ、あの心臓の音極論に、え、おいしそうじゃない、めっちゃ可愛いの、ケーキとさすごいごっちゃになってんだけど絶対可愛い、バランスいいですよね、わかる。黒のブラウス好き、なんか可愛いけどちょっとシュッてしてかっこいい感じが好き。ハグちゃんさんありがとうございます。それも教えますね、ママくんもありがとうございます。赤いっぱいある、あ、スイカもいいね、スイカも可愛い、さっぱりな感じがね。そう、赤のイヤリングカラーとか似合いそうだけど髪の毛染めるな。あ、イヤリングカラー、インナーカラー、あ、インナーカラー、ここら辺の髪かな。そうですよね、ファンマークはねまだないんですよ、私優柔不断で決められていないだけなんですけど、そう、それなだけです。バイトお疲れ様です。今日ペンライトの色、ペンライトの色というかメンバーカラーが決まって赤色になったよっていう話をねしてます。今今日の服ありがとうございます、嬉しい、友達にいただいたのです、いただいたのです。赤は好きですね私。ハクちゃんさんありがとうございます。赤めっちゃ見つけますね、みんなが決めたら見つけちゃう、決めるらしいから決めてって。けど私もみんなが決めたら決めようって思ってるんだけど、まあ、配信数的に私が一番早い可能性高いですよねっていうね、決めちゃダメっていうルールはね別に言われてはないの、言われてはないんだけど、普通に一番ってドキドキするなって思っているだけ。みつきすごいね、その何だろう、ひまわりとタコちゃんのイメージがある。元気出る、嬉しい、ありがとうございます。赤い靴いいですね、あれみたい、ね先陣切って、先陣切ろう、ね、もしね可愛いのいっぱいあるからさ、私悩んじゃってね決められないんですよ。そう、え、2回目で、あ、もうお名前わかりますよ、私もね2回目だけどね、お名前に特徴あったから覚えてますよ、ありがとうございますね。それひまわりタコ軍団っていうのかな非公式集団だよって面白い、ひまタコって言うんだ、え、めっちゃ可愛い、もういいですね、ひまタコで、ひまタコって言うんだ、え、みつき的にはどうなんだろうね、めっちゃみつきのイメージなんだよねどうしても。そう、一本なんか赤っていうので、私は赤プラス何色かっていうのは決めてなくて、赤赤でもいいのかなって思って、赤赤そう、確かにね、矯正はね、スタッフもね、そうそう、ファンネームもねありますし、そう、先輩方もありますしね、赤赤赤です。しほなちゃんありがとうございます。赤が目立つ、嬉しい、ありがとうございます。もう見つけたいと思います、ぜひね、たくさんエールをたくさんエールを、そう、なんかメンバーのカラー言いそうけど、それは黙っておきます。好きなアイドルさんはイコールラブさんのトゥイコールミさんは好きというよりかは、まあ大尊敬にはなるんですけど、好きですね。あとね、乃木坂さんとかも見させていただいておりましたね。で、みつきの
アバターめっちゃ可愛いですよね。ぽい、みつきっぽい、目がクリクリしてるところとか。たつきちさんありがとうございます、嬉しい。ペンライトもととまるさんもありがとうございます。さちさんありがとうございます。明日初めて、あら本当ですか、嬉しい。ショールームではねお名前をお見かけしてるからこそ、ありがとうございます、楽しみにしてます。海川さんもありがとうございます。そう、大丈夫、本当だ、真っ赤に面からになっているのかな。そう、呼び交わしたと思ったら、そう、たまたまなんですよ、すごいですよね、偶然です。ハーモニクスさん、ハーマジさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、皆さんどこ行きたい、赤ハチマキね、赤ハチマキね、そうそう、顔で選ばれた、そう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 、顔とね、あの美女で、美女でね、だってでね、そうそうそう言ってたのかな、本人が。そう、チャンピオン様ありがとうございます。赤ハチマキ今日しました。おお、すごい、赤ハチマキってとんでもなく言いにくいのはなんで。私のね合否の理由は、あのすごくオーディションの時に、あ、その最終審査の時に、ハラパラさんありがとうございます、りょうのののさんありがとうございます、すごい自信満々だったんですって自信満々で、あのなんかすごい、あのこれからなんだろうな、すごい私を見てみたいな、その リコとちょっと似てるかも、リコもそういった理由だったんだけど、そう自信満々だったんですって、もう私はもうアイドルよみたいな感じだったらしくって、そう一緒に残ることができて嬉しかったですね。なんだっけなんだっけ、パフォーマンス面とかを結構いいって思ってくださったみたいで、まだ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 本当にまだ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 すぎるんですけど、本当にありがたいことに、そういった理由だそうです、ありがとうございますけどね、本当にまだ実力がまだねもう全然ないので、本当に頑張りたいと思いますけど、少しでもそう言って思っていただけてたことが嬉しかったですね、ありがとうございます。本当にもうなんかもうびっくりです、自信満々な、そう、なんかその私ね、オーディションをする前に、受ける前に、ナンさんありがとうございます、先輩方のオーディションの時の話みたいなのをすごい切り抜きとかそういうのすごいたくさん見てて、でオーディションどんな感じなのかなっていうのをめっちゃ想像してたんですよ。で夏音さんが川口さんのがそのオーディションの話をされてる時にすごい楽しいんだっておっしゃってたんですね。三次審査とか最終審査合ってますよ、最終審査、そう最終審査で楽しいんだっておっしゃってて、あ、だから楽しんだ方がいいんだって、それが伝わるんだと思って楽しむっていうことをしました。緊張はしましたけど、そう楽しみました。そう、それ結構心の中にねこう常に思いながら受けましたよ。シャイシャイシャイってなっちゃうもん。最終審査、最終審査、最終審査、すごい自然な感じだった、ありがとうございますね、楽しんだもんな感じだから、そう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 、クローバーさんありがとうございます。そうだから楽しみながらね、実際楽しめたかどうかわかんないですけどね、緊張してたので、けどその質疑応答とかそういったのは緊張してたけど、もう笑顔でいようとか不安な表情を見せないようにしようと思いました。そう、いけることがすごいだから本当にガチャ、すごいありがとうございます。そうやって応援してくださってるのがね、本当に生まれなことを明るくさせるから、本当ですか、ありがとうございます。押してよかったと何度も思ってる、何度も嬉しい、ありがとうございます。ハグちゃんさんありがとうございます。
何度もだってそう照れて幸せです。やんやん照れちゃう照れちゃう。ちさちゃんありがとうございます。寒そうな服もそう印象に残ろうと思ってね。そうね、で あとその先輩方ではないんですけど、そのアイドルオーディションっていう括りの中で、そのあやかちゃんありがとうございます、はくちゃんさんありがとうございます、はねたかさんありがとうございます、もう好きです、嬉しすぎます、ありがとうございます。柏木由紀さんの YouTube でそのアイドルオーディションのなんかちょっとニュアンスでしか覚えてないんですけどの話をされてる動画があったんですよ、アイドルオーディションについてみたいなのが。それでその、ま、その待ってる時にすごい姿勢良かったっていうのをその運営の方から覚えられてたらしいんですよ、その時。だからその待ってる時間もすごい大事なんだと思って、私はそう、あ17期オーディションの時になのかな、あ確かに時期的にそうかもしれないですね、そうでしたもんね、そうそうそう。で待ってる時の視線も大事なんだと思って、私はすっごい待ち時間あったんですよ、なんか押してたみたいで、で私も103番とかだったから結構ね、まあ、押してだったからね、尊いありがとうございます。そう、そこでこうやってピシッてしました。あんま関係ないと思いましたけどね、関係なかったかもしれないんですけどね、そのオーディション会場によるじゃないそれは。だから今回のニア充のオーディションに関しては関係なかったかもしれないんですけど、けどしないよりした方がマシだと思ってね。だからピッてピシピシってしました。そう、見ようなんとなく、見てくださるんですか、ありがとうございます、嬉しい。さっそく合格した理由ね、まさか聞けるって思わないじゃないですか、オーディションですね。なんだろう、やっぱりその印象に残れてたことがトータルとして嬉しいですね、全体的に。やっぱり合格というのをねしてくださって本当にありがとうございますですよ。そう、嬉しいです。できることは何でも、そう、しないよりかはしてた方が、そうそうなんですよ、何が刺さるか分かんないし、そう、何がいいと思っていただけるか分かんないし、だからもうできる限りのことをさしてた方が、なんか私のなんかモットーじゃないけど、なんかこう何かしようかなって迷った時に得はせんかもしれんけど損もしないじゃないですか、けどしなかったら損はするかもしれないじゃない。そうだから、やそのなんだろう、何か挑戦してみて、そうから結果がなんかなるかなと思って、そう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 、せずに後悔するよりした方がいいと思って。そうなの、それね、よくね、なんか親から多分言われてたんだと思います。人間性、嬉しい、ありがとうございます。そうだから私はなんかなんだろう、例えばね、まあちょっと軽い話になっちゃうけど、お菓子を今食べようか食べないかって迷った時に、どっちが幸せかっていう的なとか感じかなそうそうそうね、しげちさんありがとうございます、ありがとうございます。いやけどね、どっちでも幸せだと思いますよ、お菓子に関しては。そうだから、あそうなんですか、ゆかちゃんにハマってます、嬉しい。時だ、月曜日だ2、3週間前ぐらいの月曜日ですよね、嬉しい、ありがとうございます。そう、あで今日は23時までなので、そう赤になりました、そうなんです、赤です。
そう、お菓子食べないと言いながら、いやけど私もね昔はそうだったけど、あのほん、なんだろうね、特別公演マジックだと思います。そう、曜日で、そう、記憶してるとか言って月曜日じゃなかった場合そう、アイドルになってくれてて、こちらこそ応援してくださってありがとうございます。今の私があるのは本当に皆さんのおかげでしかないので、皆さんがいらっしゃらなかったら私さすがにおしゃべりではあるけどこんなにおしゃべりできないよりょうののろさんありがとうございます。くもちゃん、くもありがとうございます。聞いていて楽しい、本当ですか、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。ペンライトも嬉しい。僕のヒーロイン嬉しい、ありがとうございます。ひめさん、ハグちゃんさん、ありがとうございます。そう、私のテンションと話嬉しい。皆さんついてこれているかたまに心配になっちゃいますけどね私喋りすぎじゃないみたいなね、将来が楽しみな、ありがとうございます、嬉しいですね。こんばんは、こんばんは、ゆかちゃんしかいせませんって。そう、最近名前が変わってるじゃないですか。それがすごく嬉しくって、まあその今ね来てくださってる時だけかもしれないけど、それでもその名前を変えてくださっているゆうかって入っていることが嬉しいですよ。ありがとうございます、いつも将来マジ楽しいよ、嬉しい、ずられながらもついて行ってますって、嬉しい、ありがとうございます。引きずられるね、お誕生日どこ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 、えれ、お誕生日のことどこにいらっしゃるの、りょうのののさん、お誕生日なんですか、うそー、ありがとうございます。皆さんのコメントありがとうございます。りょうのののさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアりょうのののさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます、おめでとうございます。素敵な一年になりますように、嬉しい、ありがとうございます、教えてくださって嬉しいです、おめでとうございます。鍵閉めできてる、鍵閉めかな、まだあるかもね、わかんないけどおめでとうございます。そう、この間、昨日かな一昨日かな、そのあゆみのね配信を見に行ってた時に、その誕生日の方がそのあゆみのルームの中でいらっしゃって、あのなんかメンバーそれぞれお祝いの仕方って違うんだなと思って、なんかこうあいみんもあいみんでなんかすごい面白いというか、この違う祝い方でなんかこう面白かったです、見てて。たすきちさん、ありがとうございます。心がピュアな方には見えるケーキですって言ってて、なんかもう、なんか私もなんかお誕生日じゃないけどさ、なんかこうそんなにさ言われたらすごいにやけちゃうなと思って、可愛いなってずっと思いながら見てました。ぴょんぴょん星投げながら掃除し終わったら確かめくね、ありがとうございます、実習も応援してます。くみかんさん、ありがとうございます。ころみちゃん、そう、心がピュアな方にはケーキが見えます、さあこれは何ケーキでしょうって言って、なんかすぐ出てこないようなケーキの名前を言ってて、私もなんだこのケーキの名前って思いながら、あゆみもよくわかんない、パッて浮かばないって言ってて、めっちゃ面白くって、もうあゆみかわいいと思いながら、最近あゆみがツボなの、あゆみのなんか表情がね、なんか喋るためにコロコロ変わるんです、もうそれがね、もうツボでツボで、なんかもうねずっと笑っちゃうの反応が面白くって。花坂さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそうそう、フルーツタルトもいいですね、いいですよね、おいしい。ゲンさん、ありがとうございます。そう、今日みつきがケーキさ、ハッピーバースデーってなってて、そうね、なんかお祝いできるのってすごい幸せですよね。ケイさん、ハクちゃんさん、みゆちゃん、ありがとうございます。私もケーキ食べたいよ、食べたいケーキね、けどあと
あーけど私ね、あの特別公演までとか言いながら、あのその後に大運動会あるので、そこまで私は頑張りたいと思います。一旦お菓子をね。そうだからさ、そのメンバーがさ、どこどこ行ったからみたいなので、あのちょっとしたね、あのお菓子とかくれたりしているんですよ。それが食べれてなくって、今ね袋の中、袋というかお菓子入れというか中に入っているから、そう、それをね食べたいと思います。そう、大丈夫、期限ちゃんと大丈夫ですから安心してくださいね。大丈夫よそう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 、その次はってなっちゃう。そうなんですよ、だからあのすぐにご褒美作らないと、あのその次はさ、その11月にさ、あの対話もさせていただけるということで、次は それに向けてってなるからね。ひでねんねさん、ありがとうございます。苦手って通知してから、ゆかちゃん頑張ってください。確かにみんな苦手って言ってたかも。私もね、得意とは書いてないからさひなさん、あら、この間、この間というかもうつい最近じゃないですか、来てくださってるの。嬉しいんですけど、ありがとうございます。嬉しいがとう、あ、嬉しいがとうって、嬉しい、ありがとうございます。鈴木さん、チャップスさん、ありがとうございます。私もね、得意とは言ってなくて、あの好きなだけなので、はい、あのそうそう、ちょっとうまいこと日本語をね、そうなの、近い目標があるとね。そうなんですよ。いや、運動できると思いますよ、他のメンバーできると思う。若いから頑張ります。え、やっぱりグループ対抗なんですかね。レーナーさん、ありがとうございます。この間も来てくださってありがとうございます。綱引きで頑張るってあるのかな、けど強そう。確かにレーナーいると心強い。てかね、人数がさ、ニアジョイが13人で一番多いじゃないですか、イコノイジョイでね。だからこその、そうそうそうね、参加型ない。あ、確かにどうなんですかね。私もね、まだね全然分からなくって、そう、得意とはやってないので、はい、好きなだけです読み川さん、たくさんありがとうございます。もしグループ別なのが、あ、なんかそう、調べたというか見たら、その例えばニアジョイをしてくださってる方とお友達が、例えばイコラブさん、ノエミさん推しの方と行くってなった時に、どの席に座るか問題みたいなのが起きているらしいですね、その一部で。けどね、もちろんね、皆さんがあのニアジョイ席で応募したよっていう方も、あのリプでね送ってくださってて、すごく嬉しいです。そうだから、そういうのもね、あ、本当ですか。そう、そういう方もいらっしゃるみたいで、体がね、3等分なるわけじゃないからさ、難しいよね、分身できないからね、難しいよねたすきちさん、ありがとうございます。たくさんペンライト嬉しい。今日話しかありがとう。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。はくちゃんさん、ありがとうございます。間にね、間の方が多かったりして、いやー、けど嬉しいですね、ニアジョイの席があるだなんて、ありがとうございます。騎馬戦か、騎馬戦って私保育園の時しかしたことないかも。結構危険じゃないあれ。私ね、下手っぴよ多分。ヒロさん、ありがとうございます。ハクチャ様、ありがとうございます。そう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 、お友達と推しグループが違うとなるとね、また変わるし。保育園で騎馬戦した気がします。うん、気のせいかな、記憶が曖昧。小学校ではしてない。ゆかちゃんって、嬉しい、ありがとうございます。お友達もありがとうございます。私上です。だってもう私背の順すごい前だったんですよ。りょうのうのうのうさん、ありがとうございます。私保育園生の時は前から3番目で、小学校の時前から2番目で、一番前はないの、2番目3番目
中学校中学1年生まで2番目か3番目でしたよ。ずっとずっとずっとよ、ずっともう前でしかなくって、うん、だから親は喜んでた。運動会の時に前だからこうすぐ目立つから、数えやすいから。真ん中とかだったらさ 1,2,3,4,5,6,7 とかで前から何列目のってなるけど、大抵目立つ前にいるから。そう、中1まで前の方で、中2の時にたまたまその学年の中でも小柄の子が集まったクラスになってたんですね。私のクラスが割と小柄な子が多くって、それで私はたまたま偶然背の順が真ん中になったんですよ。真ん中、人生初だ、嬉しいと思って、そう真ん中になって大喜びで、中学3年生になって、その小柄の子が固まった教室ではないんだけど、また真ん中だったの。しかも本当に前からも後ろからも真ん中、ど真ん中だったんです。だから私ね、いつ成長期が来たのか分からず、で高1からはあまり背の順というのもなくって、けどそれでもやっぱクラスの真ん中らへんでした。158センチ台、7とか8とかで多分高校生はなったので。ハグちゃんさん、ありがとうございます。たくさん、そうだんだん後ろに行くの嬉しい。そうなのよ、そうそう、すごい嬉しくて、158はね真ん中でしたね。で今もさ、ニア順位で結構真ん中じゃない？詳しい順位は分かんないけど、私より下の子が、りょうのろのさん、ありがとうございます。アリス、リコミツキ、アオイ、コノア、5人かな。で上の子がアイミ、モエカ、アユミン、ジュリー、レノン、マイ、6人。何、1人じゃない？今何人？何どうなってる、どうなってる、5と6。ん、なんか1人じゃないよね。なんかもう一個分かんなくなっちゃった身長ジョン怖がってる、怖がってる。そう、私背の順で何番目ですか、プロフィールでなっても。そう、萌歌も160あるから、そう指折りといろいろ変わってるそう、ももかもね、そう身長60あるので、だから私がね7人7人上にいるのかな。7人と5人で、私6番目。そう、6番目だ、惜しいね。あと1人抜かしたら真ん中なのか。いや、あと1人って言ってもみんなもう60だもん、みんな160センチあるからさ。そうあと1人、誰なら抜かせそう誰なら抜かせそうって競ってんの。いやけどみんな身長高いもんね、高身長じゃない、どちらかというと。確かに今測ったら変わってそうな気もします。そうあ、けど私はその、いつかの配信で言ったんですけど、笑ってフラジールの衣装の靴は、私靴がブカブカで中敷き2枚入れてくださっているので、約1センチほど身長高くなっていて、そうで最後に測ったのが 159.5cm だったんですよ。プロフィールが出来上がるより後に測ったら。だから実質フラジール衣装の時は9.5 って言って、私今 60.5 になってるの。いや靴ね、私サイズがないんですよ、なんかちっちゃくって、足が。そうなんかね、ものによっては S サイズでもブカブカになっちゃうんです。そうなの、だからね、そう 22.5 とか 2.5 から3なの。そう
けど靴はね 3.5 とかスニーカーとかもないから、あるんだけどないから、なかなかいいのが見つからないので 3.5 とか履いてるです。ではスクショタイムしますか。はい、チーズ。違和感ありました？それは申し訳ない。どうしよう、どうしよう。足のサイズ何番目だろう、何番目、うん、前から3番目ぐらいかな、もしかしたら。え、どうだろう、一番ちっちゃいことあるかな、どうですかね。そう、最近ウインクできるかもって思ってて、自撮りするときウインクしちゃうようになっちゃいました。すごい楽しくなっちゃって、楽しい。綺麗なお姉さんポーズ。愛しなもん。そう、楽しくなっちゃって。ハワイもありがとうございます、ペンライトもありがとうございます。ウインク練習したらできるもんなんですね。嬉しい、皆さんのおかげです。ハワイさんありがとうございます。今度左を閉じる方だね。左できない。嬉しい。アリスは超えられないよ。ピオライできない、できない。綺麗だもんアリスのは。私なのもね、目パチパチなってるだけだから。あら、お話し会初めまして、それ嬉しい。ななみたん、ありがとうございます。さあ、皆さんのおかげです。イエイイエイそうなの、明日お話し会参加します。ありがとうございます。そう、明日ね、お話し会ね、あのイコールラブさんの方とノットイコールミさんので、あのダブルでね、あの参加させていただけることになっておりますので、に、スケジュール的に、そう、楽しみです。ありがとうございます。いっぱいお話しましょうね。かりんちゃんありがとうございます。2回ね、どっちも参加ありがとうございます。横顔見たい、横顔。コメント見れないよ。ありがとうございます。横顔、私そんな綺麗ですか？私なんか自分ではよく分かっておら、ずですよ。ありがとうございます。可愛い、可愛いですか？ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。綺麗、綺麗なのか、嬉しい、ありがとうございます。あいがた、あいがたあいがとなかなかだ、嬉しい。私なんかね、今日ね、私ね、ゆうみつきっていうので調べててね、エゴさしてたんです。それとね、そのオーディション時代の2人の写真が並んでる、そのなんだろう、スクショじゃないけど画像があって、あ、イモいんだなーって思いました。自分がゆうみつきエゴさをし始めました。なんかそう調べてると、ゆうみつきって言ってる方と、なんかゆうみつって言ってる方と、なんかいろんなね、このペアの呼び方とかって、なんかそれをコンビ名は実際のところ何なのかという投票のところまで見ました。ありがとうございます。たくさんゆうみつきで、ゆうみつきじゃないかな、私ゆうみつきになっちゃう。みつきって呼んでるからね、どうしても。どうだろう、ゆみつきかな。ゆみつきかなが私はしっくりくるけど、みつきはどうだろう。みつきにぜひ聞いてみてください。みつきに合わせるよ私は。みつきにね、
明日にでも聞いておきますね。覚えてるかわかんないけど。あら、あと3分やばいやばい。私が誕生日をさせていただきます。あら、今ハートをありがとうございます。ブレンドさんありがとうございます。ではでは13位の方からいきます。13位、トトマルさんありがとうございます。12位、ナンさんありがとうございます。11位、ハマジさんありがとうございます。10位、ひろたかさんありがとうございます。9位、しげちさんありがとうございます。8位、はくちゃんさんありがとうございます。7位、かずきんさんありがとうございます。6位、あやかちゃんありがとうございます。5位、チャンピオンさんありがとうございます。4位、りょうのののさんハッピーバースデーありがとうございます。3位、とめぞうさんありがとうございます。2位、たすきちさんありがとうございます。嬉しい、みつきのみつきからありがとうございます。嬉しいです。そして1位、ぐみかさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。誰の真似でしょう。時間がないのにね時間がないというのに、ありがとう。これね、みつきとあいみを混ぜたぐらいあ、変な声出てんの。たまに引き笑いなのが、何なんだろう、この笑い方は。混ぜたらわかんないありがとう、ありがとうけどね、聞いてみてください。似てるのよもう真似したくなっちゃうみつき似てる？嬉しい。ブレンドしました。そう、ありがとう、ありがとう最後口ってなってんのそう、みつきのモノマネをするあゆみのモノマネが確かに、ありがとう、ありがとうだんだん崩れてきて何か分かんなくなってきちゃったありがとうございます。本当に明日ね、そう、はい、すいません、最後の最後にこんなわけわかんないことしちゃって、みつきとあいみを混ぜた真似でしたはい、ということで今日は皆さん、お話し会ありがとうございました。そしてね、10月になりましたということで、10月もよろしくお願いします。特別公演、大運動会などなどね、お話し会もありますし、皆さんといっぱい今月もね、たくさんお話しできたらいいなと思ってます。それでは明日もね、お話し会があるので一緒に楽しんでいきましょうね。そして日曜日だからさ、お休みの方も多いのかな。楽しい休日になりますようにという願いを込めて、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょうね。バイバイ、おやすみなさい、良い夢を。バイバーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。